自民党内の動きが慌ただしくなる中、去年自民党を離党した石崎徹衆院議員が次期衆院選をにらみ、支部長を公募していた日本維新の会に応募しました。感慨深いものがありますし、私も本当大きな決断ですしですね、自分自身にとっての節目ですけれども。こう話すのは、次の衆院選で新潟1区から出馬を予定している石崎徹衆院議員です。石崎議員は去年自民党を離党し、無所属で活動してきましたが、無所属での活動は制約が大きいことから政党への所属を模索、自民党とも連携する日本維新の会から出馬する意思を固め、今日応募書類を投函しました。世の中に改革を望む声というのが当然ありますから、その改革の票が今までどちらかというと新潟県野党の方に行きがちだったものをですね、やはり獲得していきたい。新潟一区にはこのほか、立憲民主党の西村智奈美衆院議員と自民党の塚田一郎さんが出馬を表明しています。